どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。はい、こちら南さんです。はい、南と申します。よろしくお願いします。で、南さんは就活のスペシャリストで、今まで1000人以上の学生の面談であったりとか、大手広告代理店に働いてた経験があるので、就活のプロの立場から今日はご意見を伺いたいなというふうに思っています。はい、よろしくお願いします。僕自身も内定辞退をした経験があるんですよね。最近会社まで行って対面でこういう理由で辞めますっていう風に言って、はい、面接の時点から第一志望じゃないけど行きたいですみたいな形で言っててね、内定辞退をほのめかし続けてたので、あ、やっぱりねっていう反応だったんですよね。あ、でもそれ良かった、作戦通りって。あ、そうですね、作戦通り、それは良かったんですけど、対面で行った方がいいのか口頭の方がいいのかメールの方がいいのかっていうのを南さんのご意見をお聞きしたいなっていう風に思っています。あくまでも個人的な意見なんですけれども、対面で会う必要はないと僕は思っています。大事なことは早く伝えること。例えば6月1日内定が出ました、で10月もう内定式直前ですってところで断ってしまう、そこからまた1人抜けた穴をまた埋めるのがものすごく大変なんですね。6月1日に出て、それでもし内定辞退するんだったら、例えば1週間以内とか、とにかく早く伝えることが大事だなと思っていて、そうしないから苦しくなるし、もう遅くなったらもう対面だろうと電話だろうと迷惑です。それをスピードが一番大事だと僕は思っています。パターンが4つぐらいあると思うんですよね。なるほど。1個目は内定承諾せずに10月より前に内定が出ている状態、はい、で2つ目が内定承諾をしたけどまだ10月より前の時点、はい、で3つ目が10月を超えて内定承諾もし入社式も出て内定辞退をするパターン、4つ目がもう入社直前2週間前とかの状態、4つそれぞれのパターンに分けて南さんにご意見をお聞きしたいなっていうふうに思ってます。わかりました。ここで小学校に戻りましょう。今日持ってきたんですけど、こちら新しい社会6政治国際編でございます。しゅんくん、小学生卒業しましたか？はい。日本人の全員が必ず義務教育で習っているもの、それは日本国憲法というものがあります。でそこですごく就職活動によってすごく大事な考え方が書いているんですけど、ちょっと読みますね。はい。1つ目基本的人権の尊重、2つ目国民主権、3つ目平和主義、この3つの大きな柱があります。で基本的人権とは何か、誰もが生まれながらにして持っている人間らしく生きるための権利のこと。この基本的人権の中に自由権という権利がございまして、はい、自由権の中に職業選択の自由というものが憲法で保障されています。日本国民として生きている日本人であれば全員が平等に職業を自由に選んでいいよっていう権利を持っているんですね、はい、内定を辞退しようが会社を辞めようが、それは自由の日本国憲法によって守られている権利なので、何も気にすることはないというのが大前提としてあります。なるほど。ただし注意点としては、まあ、相手も会社員として会社に損害を与えるわけにはいかないので、もし断るのであれば早めに伝えるというのが相手に対する誠実な態度かなというふうに思っていて、遅れた状態で対面であってもそれは誠実ではないと僕は思っています。早く伝えることによって相手が早く対策をできて、1人分なくなってしまうなら1人分早く埋めると、連絡を早くするのが人として誠実なことかなって僕は思ってます。対面じゃなくてもいいっていうことですか？対面じゃなくてもいいと思います、はい、とにかくスピードなので、逆に対面で1週間遅れることがすごくその1週間が致命的だと思うんですよね、うん、就活の時期ってめちゃくちゃ混み合いますよね、いろんな、はい、やっぱその混み合う時期ってすごく対応する側にとっても命の期間なので、そこの期間を寝かせられるぐらいだったらとにかく早く電話で伝えた方が嬉しいです。内定が出たと内定承諾したってかなり違うと思うんですよね。承諾した上で、まあ、10月より前の場合ってなんかどういう形で伝えたらいいかとか倫理的にいいのかみたいなところってどう考えてますか？はい、権利上というか法律上というかは全て労働者は守られているのが大前提なんですけれども、人情的には対面で挨拶した方がいいんじゃないかと思いますよね。来てほしいなのか早く伝えてほしいなのか、もう電話で終わりでいいなのか、証拠としてメールを欲しいっていうので、まあ相手が何を求めるか相手次第かなっていうところ。就活生が具体的にやることとしては、承諾するっていうのは結構覚悟を持ってやらなきゃいけないよっていうか、それはありますね、ありますけれども、就活生も時にはなんか強気で行くべきであるの一面としてやっぱりあって、例えばお祈りメールとかもあるじゃないですか、はい、とかサイレントお祈りみたいな、もうお祈りメールすら来ないみたいな、結構あると思うんですけど、採用する側がそういう不誠実なことをやってくるんだから、こっちとしてもまあ強気に第一志望ですって言って内定もらうのがいいことだと思うんですね。ただ内定もらった後にその後に寝かせすぎないように気をつけましょうねっていうことに僕は思っている。
内定式に出て承諾もしたけど10月以降に内定を辞退するっていう場合は具体的にどう対処すればいいのかについて。なるほど。ですね、就職活動生学生は僕今まで狭い世界で生きてきたじゃないですか、はい、で契約を結ぶとかってしたことないと思うんですよね。初契約みたいになると思うんですよ、はい、初めて契約すると思うんですよね。これを破ったら損害賠償請求されるのかなっていうふうに思っちゃいます。法律的な観点で言っても、その紙には法的拘束力はありません。大前提として日本国憲法の、まあ、職業選択の自由あるかゆえに、どこの会社で働こうがその一人一人の国民は自由なので損害賠償請求されたりとかはありません。どうしようもない場合っていうのはもうごめんなさいするしかない。ごめんなさいですね。早くごめんなさいすると、結構やっぱ後回しにすると後からどんどん大変なことになっていくので、早い方が得するので、この動画出すの9月末か、まあ、10月初めですけどもうどうしようもないかもしれない。いやだけど過去に戻れないから今やるしかないっていう、確かにっていうないってことは言いづらいと思いつつも、言い出せない人がいたら早く言ってください。入社直前に内定を辞退する場合って、はい、なるほど、迷惑です。やばいというかもう迷惑なんですけど、もうしょうがないですよね。だってもう事実なんだから。留年して海外の大学に行きますとか、新しく自分で起業しますとか、いろんなケースあるじゃないですか、はい、だけどそれ もう自分の中で決まってるんだったら拘束する権利は会社側にはもうないので、ごめんなさいもうこれはしょうがないんですって伝えるしかない。で何を言われようと、もう心の中ではもう日本国憲法の職業選択の自由があるから大丈夫って思ってもらえばいいかなと。そもそもそこに至るまで納得した就活をしてないとか、その要因を潰すっていうことがこれから就活する学生の方にはとっても大事なことかなと。いや、その通りですね。やっぱり心から納得する就活をできるかどうかっていうところで、 A 社、B 社、C 社、3社から内定出ましたって時に、うん、A 社、B 社、C 社に強くうちに来てくれって言われて断りきれないみたいな、うん、自分の意思のなさが原因だと思うんですよね、はい、で自分の意思がないことによって、例えば A 社に入社するとしたら B 社や C 社に迷惑がかかるわけじゃないですか。だからその意思がないことも迷惑がかかることなんだから、うん、しっかり自分が納得した上で、私はこれこれこういう理由で A 社を選びましたっていう理由がないんだったら、もうの内定を辞退した方がいいし、ね、その内定をもらうべきではない。流されないためにどうすればいいんだろう。結構流されるタイプなんですね。流されちゃう人って生きてる世界が狭いんですよ、すごく。内定者出ましたって言って、そのビル1本がその全体に対してどのくらいのサイズかっていうと、もうこんなちっぽけじゃないですか。世の中は広いんですよ。だからここに決めなきゃいけないのかなっていう圧力に屈するみたいなのは、生きてる世界が狭い証拠なので、うん、もっともっと社会は広いんだよってことを知ってほしいと、うん、もしですね、自分が結婚するとしたらデートをせずに結婚しますかっていうふうに思うんですけど、就職活動における内定入社っていうのは、まあ、結婚だとして、デートが何に当たるかっていうと社員訪問だと思うんですよ。例えば30分でもいいので、もうコーヒー飲みながらいろいろ話すと、そこで尊敬できる社員がいるかいないかっていうのを測るのが一番いいかなと僕は思っていて、それさえすればこの会社に入社しても大丈夫って自信満々で選択ができる。内定自体はそもそも法的には悪いことじゃないけど、やっぱ倫理的に良くないっていうことは事実だと思うので、そうですね、できるならしない方がいいと思って、はい、でするならできるだけ早く辞退をしないために納得のいく就職活動をしようっていうことが、その通りです、ね、はい、その通りです。ちょうど今内定辞退しようと思っている方はできるだけ早く対処していただければなっていうふうに思います、はいはい、ということで、今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。じゃあな。